ダートの G3 根岸ステークス15頭立て体制整った。さあスタート、ドット飛び出した、ベラミロード E ダッシュ、 E ダッシュ1カンポ2カンポぐん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 出ていきます。さあ先行争いですが、ベラミロードですが内をついては栄進サンルイス、真ん中からはゴールデンチェリー、これも後衛愛知の馬、前3頭の形になるのか、内からはノボジャックの黒い帽子、あと外目をついてはこの辺りビコーミニスターです。さらには鶴見海運も行きました。ストコラワシントンからの真っ白になった馬体です。三代の勝利もこれに続きました。中段もこの辺り5頭固まって、少し離れてスーパー中山、さらに今セントパークが続きました。少し離れてジェットアラウンド、さらに後方からは大和カーソンをしているクリールスペシャル、これも後衛馬、東洋デヘア後方から攻めていく、さらにブロードアピール、竹幸四郎は最後方からの競馬になりました。大きい駅の向こう各馬通過していく、600標地区通過した、前3頭の体制です。一番外ベラミロード、内に3枠2頭、エイシンサンルイス、ゴールデンチェリーです。後衛2頭が先行する形になった、後からエイシンサンルイス、この前3頭で直線向いたネギシステークス、後ろから攻めてくるのはノボジャックの黒い帽子が不気味に前に迫ってきて、400標識を通過した、前4頭後続勢まだなかなか追ってこないぞ、ワシントンから懸命叩いているがちょっと前との差は詰まってこないか、外から飛んできたブロードアピール、外からブロードアピール、オレンジの帽子が飛んできた、しかし前まではまだ5、6馬身以上ある200を通過した、先頭エイシンサンルイス突き抜けた、2番手はすごい足ブロードアピール、3番手2番手前に届くか、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 届いた、届いた、差し切りがすごい足だ、ブロードアピール、ダート3戦3勝快勝、2着エイシンサンルイス、ものすごい足でした吉田さん。久しくダートでこれだけの追い込みっていうのはちょっとないですね。前が速いといえば速いんですけれども、はい、結局